この事故は2009年の今日ダムで水難救助の訓練中だった県防災航空隊の隊員が溺れ死亡したものです。この事故を受けて県は5月1日を大分県防災航空隊安全を誓う日と定め、今日再発防止への決意を新たにする追悼式を行いました。また。 防災ヘリ豊風を使った訓練では隊員が単価に乗せた重症者の吊り上げなどに取り組みました水難救助訓練中に発生した事故を二度と起こさないよう再発防止の徹底と防災ヘリコプターの安全運行を徹底して県民の命と暮らしを守っていきたいと思います県防災航空隊によりますと防災ヘリは 去年84件緊急運行していて山岳救助に関する出動は登山シーズンの5月と6月に集中しているということです。